銀線在庫のブローチ、秋田銀線在庫は、秋田県で生産されている伝統工芸品である。秋田県伝統工芸品及び、秋田市指定無形文化財に指定されている。銀在庫であり、線形0.2から0.3ミ、mm、リメートルの純銀線2本を、より合わせた、より線でパーツを作り、銀枠にはめ込み造形する。細い線状にした純銀の銀線を、 伝統の技法で様々な形に加工して並べていくことによって輝きを持った緻密な精緻な模様を作ることができ、ネックレスや指輪などといった様々なアクセサリーや美術品が制作されている。江戸時代初期から秋田では本格的な鉱山の開発が積極的に行われ、日本有数の鉱山を有するなど工業が発展し、豊富な金銀が供出された。 それに伴い歴代藩主の保護省令のもと、久保田城下では職人庁が形成され金工士が集まり、主に武家向けとして刀装具や装身具などの金銀工芸が盛んになった。1923年の秋田県産業調査参考書には、佐竹氏に仕えた名工、小阿弥伝兵衛とその子孫が起こした金銀細工についての記述がある。明治時代になると、 武士階級の需要は途絶え均衡が廃れた一方で、かんざしなど装飾品の生産が盛んになった。それまで、オランダ経由で長崎から広まっていた銀板を土台にした平戸細工から、さらに発展した緻密で大きな飾り付けが可能な特色ある銀線細工が作られるようになった。昭和時代には戦争により一時中断されるが、 工芸の指導書などが開設されるなど生産が続けられた。1955年には国の文化財保護審議会で記録作成等の措置を講ずるべき無形文化財に選択されるなどして銀線在庫は一つの工芸として確立し広まるに至った。1996年には秋田県伝統工芸品及び秋田市指定無形文化財にも選定された。ありがとうございます。